キング軍はアメリカ合衆国ワシントン州にある軍である。2010年の国勢調査による人口は193万1249人で2013年の推計は204万4449人である。人口で見るとキング軍はワシントン州最大の人口でアメリカ合衆国では13番目に人口が多い。 軍庁所在地はシアトルで州最大の都市である。軍の人口の約3分の2が同市の郊外に住んでいる。キング軍はアメリカ合衆国で収入の多い軍トップ100以内に位置づけられている。キング軍はもともとはワシントン準州が創設された時に副大統領だったウィリアム・アール・キングにちなんで命名された。マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアにちなんだ軍の 解明提案は、ロンシムズとブルース・レイングから提出された。変更に関する公聴会や投票は行われなかった。1986年2月24日、キング軍評議会は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアを称えて、キング軍の解明のために歴史的な基礎を発表する定義6461号を可決した。州はに特別な許可を与えられるに過ぎないため、 クリスティング・レンゴ・ワール・ワシントン州知事が州法5332号に署名した2005年4月19日までこの変更は公式のものとならなかった。評議会議員ラリーゴセットは軍のロゴを王冠からキングの顔に変更するよう2006年2月27日に一般投票するよう州評議会を導いた。2007年3月12日新しいロゴが公開された。 マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは1961年11月に2日間、キング軍を訪れた。キング軍は、オレゴン準州法により1852年12月22日に、サーストン軍から分かれて作られ、フランクリン・ピアース大統領の下で、副大統領だったアラバマ州在住の、ウィリアム・アール・キングにちなんで命名された。シアトルが1853年1月11日に、 軍長所在地となった。キング軍はもともとオリンピック半島に広がっていた。歴史学者ビル、スパイデルによると、半島の禁止法支持者がシアトルの酒場を閉鎖するよう迫ると、デイビッド・スー・インソン・メイナードは半島の独立運動を企み、キング軍は現在のキトサップ軍を失ったが、この娯楽産業を守った。現在のキング軍庁舎キング軍長官は、 行政支部の長官を務めている。キング群検察官、選挙管理委員会委員長、保安官、キング軍賠席判事は、選挙で選ばれる、行政職でもある。司法権は、キング軍高等裁判所とキング軍地方裁判所に、付与されている。シアトルに、キング軍庁舎がある。アメリカ合衆国議会のキング軍の第二員は、ワシントン州第七選挙区と第一地区と、 第2地区、第8地区、第9地区から選ばれている。州法では、キング軍は、第1地区、第25地区、第30地区、第31地区、第32地区、第39地区と同様に、第5地区、第11地区、第33地区、第34地区、第36地区、第37地区、第41地区、第43地区、 第45地区、第46地区、第47地区、第48地区の全域を含んでいる。キング軍はシアトルを含み自由主義的な行政の主要な中心地であり民主党の取り出である。2008年の選挙で過去最大の票差である40%でバラク・オバマがキング軍ではジョン・マケインをお任した。キング軍は数回にわたる 近年の接戦を制した州の選挙で民主党のために勝因となってきてもいる。2000年、マリア・キャントウェルの得票総数が現職の共和党、スレード・ゴートンの得票総数を上回ったのがキング軍であり、キャントウェルをアメリカ合衆国上院議員にした。2004年、キング軍では民主党のクリスティン・グレゴワールが当初の集計では261票上回った。 共和党のディノロッシュを押しのけて、州の僅差の州知事選挙で2度目の再計数で勝利した。ディノロッシュはサマミッシュの選挙の時はキング郡に住んでいた。シアトルの東と南の郊外は歴史的に恩恵派の傾向がある。2005年の郡の長官の選挙では共和党のデイビッド・アイロンが民主党のロン・シムズをシアトル以外では任したが2004年にはジョン・ケリーが ベルビューとレドモンドの多くで、地滑り的勝利を収めた。一般に、郊外は、州とキング軍の中でも恩恵になってきている。2004年、州評議会の定員を13人から9人に減らす、住民投票案が通過した。この結果は2005年の投票で終わる全州の、軍評議会議席の定員変更につながった。キング群東部の住人には長らく分離独立し、 自分たちの軍を作りたいと願ってきた人々がいる。この運動は1990年代半ばに最盛期を迎えた。この運動は近年カスケード軍として復活している。シアトルタイムズが発行する地図によると4つの異なる境界線が考えられている。他にも計画があり存在してきた。キング軍の面積はロードアイランド州の約2倍である。 アメリカ合衆国国勢調査局によると、軍の面積は2307平方マイルである。ワシントン州の軍の中で11番目の広さである。2126平方マイルは陸地で180平方マイルは水である。全体の7.82%が水である。軍の最高地点は海抜2426メートルのダニエルさんである。キング軍は北は スノホミッシュ郡、西はキトサップ郡、東はキッテタス郡、南はピアース郡に接している。北東はわずかだがシェラン郡とも接している。キング郡にはピュージェット湾のバション島とモーリー島がある。地形水域2010年の国勢調査によると、193万1249人、78万9232世帯、46万1510。 家族がいた。人口密度は1平方マイルあたり817人であった。住宅の数は74万2237件で、住宅密度は1平方マイルあたり349であった。軍の人口構成は68.7%が白人、6.2%が黒人、またはアフリカ系アメリカ人、0.8%がネイティブアメリカン。 14.6%がアジア系、0.8%が太平洋諸島系、3.9%がその他5.0%が根結、8.9%がヒスパニック、またはラテン系であった。2000年の国勢調査によると13.2%がドイツ系、9.1%がイギリス系、8.3%がアイルランド系、 5.5%がノルウェー系となっていた。81.7%が英語を、4.2%がスペイン語を、2.3%が中国語を、1.5%がベトナム語を、1.3%がタガログ語を、1.0%が朝鮮語を大一言語として話していた。千二百三十二世帯のうちセントが十八歳未満の 子供と同居していて45.3%が同居する夫婦で9.1%が未婚の女性の世帯で41.5%が独身であった。全世帯の31.0%が単身の世帯で7.50%が65歳以上の独居老人家庭であった。平均的な世帯人員は2四零人で平均的な家族人員は 3.05人であった。軍の年齢別人口構成は21.4%が18歳未満6.7%が18歳から24歳、31.5%が25歳から44歳、26.9%が45歳から64歳、10.9%が65歳以上となっていた。平均年齢は37.1歳であった。 女性100人につき9 9 1例人の男性がいた。18歳以上の女性100人につき9 7 3例人の男性がいた。2000年のワシントン州の人口重心はキング郡のエナムクロウ氏にあった。郡の世帯の標準的な収入は68,065ドルで家庭の標準的な収入は8 7 1 0ドルであった。男性の標準的な収入は 女性の34,321ドルに対して45,802ドルであった。軍の一人当たりの収入は29,521ドルであった。家庭の6.24%と人口の10.2%は貧困線を下回っている。この一覧は、市や町、国勢調査指定地域に全体として削除すべき共同体を含んでいるかもしれない。ありがとうございます。